ですね、放射線研究に、研究の事務所、主要な研究者が集まる学会ですね。この医学放射線学会とか、放射線安全管理学会、放射線影響学会、それから法医研ですね。この、放射線影響学会というのは一番大きくて、放射線の生物学をやっている人はほとんど参加している学会です。で、こういうところがですね、監修して、ああいう副道具を作っているんです。もうこれはもう本当にどういうことかと思うんですよね。で、それじゃあ本当にその証明ができないのかということなんですが、これは原理的なことで今までお話ししたことですね。がんになるためになるためにっていうか、なるのは、DNA の損傷が起こって、修復ミスが起こって、突然変異が起こって発がんに続く、これは原理です。でこのそれじゃあその DNA っていうのの損傷に放射線は関与しないのかっていうと、先ほど言いましたように、このエネルギーが非常に大きいので、1本取ったとしても、DNA に当たればその損傷、複雑損傷を起こす可能性はあるわけです。ですから発がんに結びつくと、こういう原理的には否定できない、放射線ががんに結びつくということは否定できないわけです。でそれじゃあ彼らが言うようにですね、疫学調査で本当にそのがんが100ミリシーベルト以下で証明されていないのかということなんですけれども、これは原爆被爆者ですね、追跡調査です。で、この被爆者は、1945年に原爆を起きたわけですけれども、その原爆投下後、5年後です。5年後、1950年からずっと8万7000人ぐらいの人を対象に追跡調査が行われています。で、一番最新の14報というのは2003年までの結果が入っています。で、その原爆被爆者って言いますと、皆さんすごく大量に被爆したんじゃないかっていう印象を持たれると思うんですけれども、大量に被爆された方は亡くなってしまうわけですよね。で、5年後から始まってるわけですから、で、ずっとその人たちを追跡調査しているわけで、平均被爆線量は200ミリシーベルトなんですよ、この人たちの平均被爆。で、50% 以上の人が50ミリシーベルト以下の被爆者です。で、この調査から見てみますと、これが線量ですね。で、これが線量で、1から、グレーって書いてあるのはシーベルトと同じです。ガンマ線の場合は、シーベルト、シーベルト、1シーベルト、1グレーでいいんですから。で、シーベルトと考えています。で、これが横線が線量で、縦線が過剰相対リスク。過剰相対リスクっていうのは、対象群と比べるとどれだけリスクが多いかということなんです。で、これがゼロっていうのが、対象群と同じと見ると、線量に比例してずっとリスクが上がっている。で、そのリスクは直線的に上がっている。で、ある一定の線量以下だとリスクがゼロになるという、そういう識値、それはないということなんですね。それは見つからないということを言っているわけです。で、ちょっとここら辺はすごく点が込んでいるんですけれども、この上から引いてきている線よりも点がこう上上がってますよね。で、決してゼロにはない。ゼロっていうのはコントロールと同じですから、コントロールのところまでは来ていないんです。で、その200ミリシーベルト以下をその線量あたりで見るとどうか。で、これ全線領域を見ると、シーベルトあたり過剰相対リスクが 0.42 ですから、1シーベルト
被曝すると 1.42 倍がん死率が上がるということなんです。で、200ミリシーベルト以下だけを見てみますと、シーベルトあたり、0.56 ですね、個人、過剰相対リスク。ですから、全体を見るよりも、低線量の方が、線量あたりのリスクは高いということ、これで分かると思います。で、20ミリシーベルトというのは、ここですね。で、これが、まあ、コントロールですから、コントロールよりも全部上に点があります。です。この図を見て、この、100ミリシーベルト以下はリスクがない、わからないということが言えますか？これは言えないと思うんですよね。それで、こういう、これを見て、この論文の結論としては、もう放射線には安全量はない。で、放射線が安全だというのは、ゼロ、放射線がゼロの時以外にないということをはっきり言っています。で、この、広島長崎の障害調査というのは、これに始まったことではなくて、以前からそういうふうには言っているんですけれども、まあ、あんまり皆さんが注目してなかった。で、これは臓器別に見た図です。で、特にこの全がんを見たときは 0.47 ですけれども、その肺とか、例えば乳房ですね、とか膀胱とか、そういう器官によって、全がんの、リスクよりも高いところにある臓器もあるわけです。ですから臓器によって、違うということ、それから性別でも違う。先ほど言いました女性の方が男性よりも感受性が高いというふうに言いましたけれども、全固形がんで見ますと男性の2倍以上ですね、女性がリスクが高い。で、特に胃がんとかですね、その肺がん、それから膀胱がんとかですね、乳がんは男性の場合は非常に少ないですから、これはちょっと例外的だと思いますけれども、絶対数は全然少ないです。で、非常に他全体 の、リスクよりも高い、なりやすい、がんになりやすい臓器があるということもあるんですね。で、あともう一つは、この最近やっぱり発表されたんですけれども、これはイギリスの、20歳までに CT を取った、子どもが白血病になりやすい、白血病と脳腫瘍になりやすいという論文が最近発表されました。で、これを見ますとですね、やはりこれは白血病の場合ですけれども、これ横軸に、ミリシーベルトですね。で、上が相対リスク。この場合は過剰じゃないですから、相対リスク。で、10ミリシーベルトでも、これが1のところがコントロールですから、上に上がっていくわけです。で、ずっと直線で上がっていく。それから脳腫瘍の場合も、30ミリシーベルトぐらいからもうずっと上がっていく。で、ずっとこう直線的に線量が上がれば脳腫瘍も上がってくるということが発表されたわけですね。それからもう一つ、チェルノブイリの事故処理者なんですけれども、チェルノブイリの事故で、文部科学省も全てそう言ってるんですけれども、小児の甲状腺がんだけ、増えたのは小児の甲状腺がんだけっていうふうに言ってます。でも、これも新しく発表された論文ですけれども、このウクライナの事故処理者に10万人以上を調べたものです。で、これで見ますと、やはりこれはですね、ちょっとこの人は、去年国際専門家会議という福島県で催された国際専門家会議というのがあったんですね。その時に議長を務められた馬渕さん、
で彼は放射線、放映権、広島の放映権でずっと、被爆者を追跡調査して得られた方で、天然はアメリカに NIH かに行ってる方ですね。でこの方がやはりいつも認められているのは小児の甲状腺がんの増加だけだと去年そうおっしゃったんですね。でそのこのインタビューで今後白血病が増えていることが分かっても驚かないというふうにおっしゃった。でこの時去年ですからこの時はもうご存知だったはずなんですね。で、このでこれは本当に小児甲状腺がんだけなのかどうかっていうことなんですけれども、このこれはベラルーシの甲状腺がんの線です。でここに、これは小児の甲状腺がんで、これは青年ですね。でこれが45歳以上の甲状腺がんです。でこれを見ますと45歳以上の人は事故当時27歳以上だった。ですから小児甲状腺がん、甲状腺がんだけを取ったとしても小児だけではなくて大人にかなり増えている、大人も同様に非常に増えているんだということがこれ分かっているはずです。で先ほど のところに戻るんですが、すいません、これはチェルノブイリの事故処理隊の白血病です。で白血病はこれを隣横軸にやっぱり線量ですけれども、ここは200ミリシーベルトですね。でここは100ミリシーベルトです。で100ミリシーベルト以下でも、白血病は上に対象分野で上がっている。で線量に応じてずっと増えるということがあるわけです。でこういうふうにですね、 あともう一つ、その自然放射線が白血病を増やすという、これはやはりイギリスのランセットという医学雑誌に最近出たものです。で子どもの白血病ですね、子どもの白血病が自然放射線によって増えているということです。でこれがこの白血病の増加ですね。でこの横軸は線量です。これ5ミリシーベルトです。5ミリシーベルト、10ミリシーベルト、15ミリシーベルト、こういうふうにして線量に応じて上がっている。でこういう ずっと見ていますと、これは国際放射線防護委員会がまとめているものですけれども、これはかなり過小評価だと言われていますけれども、ここの勧告でというか、こういうモデルを使って計算しているわけですけれども、1万人の人が1ミリシーベルトを浴びるとその中の1人ががんになる。10ミリシーベルトだと10人、100ミリシーベルトだと100人。でこの中でそのある一定の線量以下だとリスクがゼロになるという、そういう場所がないということが言われていて、これは指揮一の指摘先説だということで、これが国際放射線防護委員会内なり他の国際的な放射線の組織で言われている、認識されているモデルなんです。で今まではがんのことだけを申しましたけれども、広島長崎とかチェルノブイリの事故によるその事故処理者やその避難民ですね、それから被爆者の子どもにどういう疾患があるかというと、いろいろな脳神経系とか免疫力の低下、内分泌疾患とか心臓系の疾患とか、いろいろな病気が増えているということを言われているわけです。でこれがニューヨーク科学アカデミーから出ているその報告ですけれども、こちらは先ほどご紹介したこれが翻訳されているわけですね。この核戦争防止世界会議、この報告書によく書いてある
ように、その、がん以外の疾患も増えているということです。でこれはまあそういうことで、一番増えている消化器系とかですね、自己処理者のが1986年事故を起こったわけですけど、7年ぐらいまでずっと追跡していて、ずっと健康状態が悪くなっているということが分かると思います。でこれはその、頻繁に起こる、疾患の順序をこう書いてあるわけですけれども、その、自己処理者の、特徴ですねは、同時に4種類から5種類 の、 病気にかかるということなんですね。普通は風邪ひくと風邪だけで、風邪が治れば元に戻るわけです。でそういうんじゃなくて、同時にいろいろな病気を抱えているということなんで、まあ、老化の促進ということがあって、実際の年齢よりも10歳から15歳ぐらい年齢がいっちゃうということになっちゃうわけで、こういうことで非常に、深刻なんですけれども、なぜそれがないことになっているのかということを調べたのが、まあ、国会事故調なんですけれども、一番初めに申しましたように、原子力発電と放射線というのは切っても切れない中にある。それは一番端的に言っているのは、文部科学省の外郭団体である放射線教育フォーラムというのがあって、これは文科省からお金をもらって活動しているんですけれども、よく先生に放射線教育をしているところです。でその2003年の報告書の前書きにですね、原子力の安全性とは、詰まるところ放射線の安全性に他ならない。だから現状を放置しておくと、人々がわずかな放射線を恐れて原子力の需要が進まず、エネルギー問題の観点から日本の全土が危うくなる恐れがある。こういう認識で放射線は安全だということをみんなに教育しろということを言っているわけで、国会事故調でそのいや東電ですね、東電とか電気事業者の内部資料をずっと調べたわけで、それで明らかになってきたことなんですけれども、まあ、東電にとってのリスクというのは、原子炉の長期間の停止が、だから自然災害が起こって、自然災害を防ぐために、その、ね、影響を受けないために原子炉を止めて工事をしなければならない。でそれが東電にとって最大のリスクで、まあ、あともう一つ、裁判に負ける。裁判に負けるっていうことは非常にマイナスになるわけですね。ですからあらゆる手を尽くして規制を緩めるということをやっているわけです。で放射線に関してもそういうことで、当局に規制を緩めるように働きかけている。でその規制を緩める相手が何かというと、先ほど申しました、その国際放射線防護委員会 ICRP ですね。でこの ICRP の勧告をもとに、各国はその放射線の規制値、防護策を決めるわけです。ですから ICRP が勧告を、規制を緩めると自分たちは楽になるわけです。でそういうことでICRP に規制を緩めるように働くかと。でそれはどうやってやっているかと言いますと、 ICRP の委員を通じてやっているわけです。で ICRP の委員は日本には8人いますけれども、彼らが国際会議に出席するその旅費なり出費は全て電磁連が出している。電気事業者が出している、そういうことなんです。でまあ、それを直接渡せないので、影響協会、放映協というところを通じて渡しているわけです。それからあと研究分野でもですね、これは東電の武藤社長が言っていることですけれども、悪い研究者に乗っ取られて悪い方向に向かわないように、
まあ、研究の動向を監視しておくこと、まあ、悪い研究者っていうのが、まあ、当然にとってどういうわけなんですか、まあ、そういうように研究も見張っているわけです。でこういう非がん性の影響っていうことはもう今はヨーロッパでも非常に問題になっているので、こういうことで過度に厳しい放射線の防護を要求とならないような研究を進める、そういうわけですね。まあ、そういうことをやっているわけなので、まあ、こういうふうに100ミリシーベルト以下のリスクがわからないことにされている要因、全てこれだけというわけではないですけれども、電気事業者からの非常に大きな働きかけ、それから原子力行政を進めていこうとするその当局、そういうものの働きかけが非常に大きく動いている。でそれに対して専門家はあまり抵抗しないで、まあ、従順にそれを言っているということが今の日本の悲劇になっているんだろうというふうに思います。でできます、はい、35分。じゃあちょっとあと要素剤のことについて、はい、これはですね、要素剤は放射性要素が飛んできたときにその甲状腺がんを防ぐために飲むわけですけれども、放射性要素は呼吸とか、食事なんかと一緒にこう入ってくるわけですね。で血液の中に、吸収される、それが入ると、まあ、甲状腺の中に取り込まれるわけです。で、ちょっとします。甲状腺というのは甲状腺ホルモンを作っている臓器ですね。で甲状腺ホルモンを作るためには要素がないとダメなんです。要素がないと甲状腺ホルモンを作れないものですから、甲状腺は血液の中に要素があると一生懸命それを取り込まれる。でその時に放射性の要素であるか、あるいはその安定要素、放射性でない要素、それを安定要素と言いますけど、安定要素がであるかは区別できない、科学的には区別できないので、この両方いっぺんに取り込んでしまうわけです。ところがその時に安定要素、要素剤を飲んでおいて血液の中の要素 の濃度を高めておくと、その相対的に放射性要素の濃度が下がりますから、この、放射性要素が甲状腺に取り込まれるのを防ぐことができるわけです。 ですけれども、その放射性安定要素を飲む場合にですね、そのタイミングというのが非常に重要なわけです。で要素が、放射性要素がを取り込む24時間前ぐらいから同時ぐらいまでの間に飲んでおけば、90% 以上阻害することができるんですけれども、24時間後、もう飲み出して入ってから24時間後でしたら、もうほとんど阻止効果はないですね。ですから、この要素を、安定要素剤を飲むというのは非常にタイミングが重要なわけです。で、日本はどこでその要素剤を配るかというと、この避難所ですね。避難所で配るということになっているわけです。で、ところがですね、この要素剤を飲むか飲まないかということを、勧告するのは原子力安全委員会の役割で、今度の事故の場合に原子力安全委員会は現地の人ですね、どのぐらいこうスクリーニングをやってどのぐらい汚染が強いかということが分かったものですから、要素剤を飲むレベルだということを判定したわけです。それで現地対策本部の方に、要素剤を飲んでくださいというように各市町村の村長さん宛てに
その、ファックスを送りました。でそのファックスを私たちに見たんですけれども、確かにこう、飲ませるようにというふうには書いた。でそれは現地対策本部までは行ったんですね。ですけどその後どこ行っちゃったか分かる。で各、町長さんはですね、そんな指令は来てないというわけです。でまあその名称管制委員会もその指令を、そのファックスを出したから、もう自分たちはもう役割終わった。で末端にそれが届いてるかどうかっていうことを全然確かめなかったわけです。だから言ってるか言ってないかっていうのを確かめてなかった。でこの、こういう、ま、町長さんたちは、まあ、非常に困ったわけですけれども、三春町の町長さんはですね、この町議会の人たちも含めて、その風向きがどんどん事故が起こって爆発音を聞こえで、風向きがこっち来るっていうことを計算してですね、絶対飲ました方がいいっていうふうに決定して、町民の方に飲ましたんですね。でですからこの三春町の方は一番徹底して飲んでる。で大熊とか、それから双葉とか富岡の人たちは三春町の人が飲んだということで、あとその、まあ、部分的に飲ませたんですけども、全部の人が飲んでるっていうわけでもないわけです。でこちらの町の人たちは配布はしたんですけれども、服用指示は出さなかったということなんです。原子力管制委員会のファックスが行かなかったのは、まあ、仕方がないといえば、その時にそのファックスがいろんな書類に紛れてどっか行っちゃったっていう。でそういう場合にはですね、福島県の県知事がその服用指示を出すということが決まっていたの。で私たちはその県知事にそのヒアリングをした時にですね、どうして指令を出さなかったんですかということを伺ったらですね、県知事はその自分が、服用指示を出す場にいたということを、出す立場にいたということを認識してなかったんじゃないかと思うんですね。でひたすら中央から指示が来るのを待っていましたというお答えだったんです。ですからやっぱりそういう意味でその福島県知事はですね、服用指示出さなかったことにすごく責任があると私は思います。であともう一つ、その服用指示を出さなかったその理由っていうのがですね、副作用を恐れるということがあった。でそのこの要素剤検討会というのは、原子力安全委員会が作ったその検討会というのがあって、そこで検討されてどういう基準で配布するか、どういうふうに配布するかということを決めたんですけれども、その、検討会は私はずっと傍聴していましたけれども、非常に副作用のことを強調して議論をしてるんですね。で本当にそんなに要素剤っていうのが副作用が大変で危険なのかっていうと、そうじゃないんですね。で、チェルノブイリ事故の時にポーランドでは1050万人の子どもたちにその要素剤を配布して飲ましました。で副作用の報告は一例もありません。で大人でちょっと気持ちが悪くなったとか、そういうような例はあるらしいですけれども、ないんですね。で副作用があったとしても、例えばその毎日毎日ですね、子どもが要素剤を毎日毎日続けて飲んでいくというようなことがあると、甲状腺機能を低下したりするということで副作用が出るわけですけれども、そういう場合もやめればいいんですね。やめれば元に戻る。で要素剤に例えばアレルギーの人とかは、まあそういう人は普段から分かってらっしゃるわけですから、主治医のお医者さんと相談して、そういう時はどうするかっていうことを決めておけばいいわけです。
ですね。ですからその副作用を気にしてか配らなかったっていうのが非常に残念なことだと、まあ要素剤検討会に責任があるということもあると思います。それからもう一つは、これは緊急被爆医療体制、これが日本はもうほとんどなってないということです。もし事故が起こったら